はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日はまたまた、野球道具のご紹介なんですけど、で今回、埼玉県の所沢市にあるカムイスポーツさん、こちらですね、こちらカムイスポーツさんに、行ってきました。そこで、いろいろ野球道具を見たんですけど、今回買ったのがちょっと気になっちゃって買っちゃったんですけど、ほい、こちらです。はい、こちらです。こちら見たことある方もいるかもしれないですけど、約1年前ぐらいに出たやつだと思うんですけど、アシックスのあのダルビッシュ有投手が、練習の時に使っているライオンのガオーウェブの特徴のあるグローブでして、こちら定価1万8000円でした。はい、でこれちゃんと、はい、ゴールドステージと見ますかね、ゴールドステージと書いております。ゴールドステージ、ある程度片付けをしてもらいましたので、もう実際にこうやってボールは掴めます、掴むことできますね。はい、一応これはオールラウンド用らしくて、でもまあ試合で使えるかどうかわかんないですけど、でも一応これピッチャー用として、一応肩をつけてもらいました。こういう感じで、こういう感じでね。はい、アシックスはやっぱかっこいいですね。アシックスデザイン性に優れております。はい、という感じで紹介しました、はい、とまだもう一つあるんですよ。もう一つちょっと紹介したものがありまして、はい、こちらです。おい、こちらの赤のゴールドステージ、色違いってことで、色違いのグローブなんです、これ実は。はい、こちらのこの青いグローブと同じで、ゴールドステージの、はい、形も同じですにしてもらいました、はい、こんな感じになっております。こんな感じでいかがでしょう。かっこいい、かっこいい、これもう家にあるだけでもうなんか絵になる。はい、でも今度ね、いろいろ野球とかね、そういうイベントとかあるんで、そういうのちょっと使っていこうかなって思っております。という感じで、このおしゃれなアシックスのグローブの紹介でした。グローブコレクションが増えましたんで、またまた今度新しいグローブも探そうかなと思います。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、いろいろお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。 GO!